せーの。はーい。じゃあののちゃん、自己紹介をお願いします。はーい、村方ののかです。5歳です。もうすぐ6歳になります。はい、ののちゃんです。よろしくお願いします。皆さんお待ちかねなので、そろそろ1曲目に行こうと思うんだけど、いいかな？いいよ。いい？ OK。 じゃあ1曲目はドレミの階段という曲をやりたいと思います。この曲には可愛い振り付けがついているので、これからののちゃんにちょっとレクチャーしてもらおうかな。じゃあお願いします。せーの。ドレミの階段さあ登れ、ソラシド空に届くから。バッチリです。皆さんも一緒にやってくださりありがとうございます。ドレミの階段でした。ののちゃんありがとう。バッチリだったね。次はどんな曲かな。野菜とかがいっぱい出てくる野菜の歌かな。野菜の歌なんだ、じゃあののちゃん、野菜、好きな野菜とかあるかな。私はね、野菜だったら全部大好きだけど、一番はきゅうりとか、きゅうりとかトマトとか。トマトいいね、いいね。みずみずしいからレッドスちゃん、恥ずかしがり屋でにんじんちゃん、ちょっぴり泣き虫たまねぎちゃん、色が白くて大根ちゃん、髪がサラ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 だ、君のあだ名はサラコちゃん。ラララね、おじいちゃんになってもね、おばあちゃんになっても、ずっとずっと一緒にあったかく付き合ってたいね。ねね、ラララ虹が虹が空にかかって、君の君の気分も晴れて、きっと明日はいい天気、きっと明日はいい天気。そして次の曲で最後の曲となってしまうんですが、最後の曲の前にスペシャルなゲストがいるんですよね。今日はののちゃんのステージをひーちゃんが応援しに来てくれました。あー、ひーちゃん、ひーちゃん来てくれた。よいしょよいしょよいしょ。はい、村方ののこちゃんとひーちゃんです。大きな拍手を。あ、手振ってくれてますね。バッチリバッチリ。ひーちゃんすごい。ののちゃんも手振って。じゃあひーちゃん、ひーちゃん、ののちゃんにハイタッチでパワーを上げてもらってもいいかな。いくよ、せーの、タッチ。頑張って歌うね。よし、じゃあ戻ろう。よいしょ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 。バッチリでした。ありがとう。365歩のマッチでした。ありがとうございました。ののちゃん、今日楽しかったね。ののちゃんはどうだった？みんなが来てくれてすっごく嬉しかったし、すっごく楽しかったよ。みんなありがとう。
ありがとうございます。